クレールにおける超便利バグである、折り返しバグ。今回は、これの使い方をご紹介します。というわけで、皆様お久しぶりです。ゆっくり霊夢です。神楽電鉄環状線の下丹京駅前踏切からお送りしています。ゆっくり動画としては8ヶ月、私が登場する動画としては約1年ぶりですね。さて、今回は前述の通り、折り返しバグの使い道についてご紹介していきます。それでは早速GO!ということで、実験世界にやってきました。まずは、折り返しバグの敷設方法をおさらいしていきましょう。と言っても、作り方は非常に簡単で、分岐点を作るときとは逆の手順でやればできます。最初に、動画のように線路を1本、そして隣に1マス分ずらして平行に置きます。作業がしやすいように、レールを3本ほど伸ばしておくと良いでしょう。次に1マス分突出させた方の線路を隣のレールに合流させるように曲線を引きましょう。最後に残った方の線路を伸ばして合流すれば工事完了です。一応、車両をテスト走行させておきましょう。問題なさそうでしたら、これで完成です。ここからはこの私、ゆっくりマリサが使い道の説明を担当するぜ。まずは最もオーソドックスな使い道と思われる、副線路線の支点終点駅での折り返しを紹介する。今まさに映っているのがそれなんだぜ。今までの副線路線の折り返し方といえば、防線型、集合型、灯火台型の3つで、どれもこれも致命的な欠陥があった。しかし、この方式では、すべての問題が解決されることとなった。佐藤帝都が見つけたわけではないので、あまり偉そうに語れないが、前述した旧世代的な3つの方式を使っているものは、さっさとこれに鞍替えすべきだと私は思うんだぜ。ちなみに、現在の帝都ワールドで採用されている方式は、単線路線を除けば、ほとんどこれだったりするんだぜ。残りの使い道はほとんどおまけみたいなものだが、列車が通過中のバグ線路を無理やり分岐点にすれば、列車を分離させることができるんだぜ。このバグを利用すれば、例の KO の連結も再現できるんだぜ。以上で折り返し、バグの使い道解説を終了します。いかがでしたか？私たちの解説が、スクレール発展に貢献できることを信じるとともに、この動画を締めさせてもらうぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。